3台乗り比べて、むしろですね1万キロぐらいのエンジンの方がまだ当たりがついてなくて、もっと走った方が当たりがつくんじゃないかなと。で従来の僕らのイメージのエンジンのフィーリングですと、ノーマルカーだと、まあ、5万キロから6万キロぐらい乗るともう下手ってくるかなと、まあ、サスペンションもそうですけど、エンジンがだんだんパワー感なくなってくるかな。それがインテがないっていうのを、どの部分が優れているのかっていうのを石島さんにかいつまんで読者に分かりやすいように、はい、エンジンっていうのは、まあ、回転していくことによってパワーが出る、はい、回転していくといろいろ振動だとかねじれだとかよじれで、耐久性が落ちていく、はい、耐久性をキープしたままパワーを上げるっていうところが難しいんですね、うん、インテアールのエンジンだけではなくホンダのエンジンに共通して、言えるのは、はい、非常に、ブロックの剛性が高くて、はい、長期にわたって、高回転で使ってもシリンダーそのものの垂直度、それからそれぞれのシリンダーの平行度、こういったものをきちんと維持保持できると、つまり剛性の高い、あとその剛性を保つ冷却、オイルリターン、水回り、こういったのは非常に考えてあるエンジン、はい、まあ、まず歴然なのがパッと見て違うのがこのリブ、まあ、骨関係ですよね。肉のいらないとこはいらない、剛性上げるところ上げる、ちょっとこうなんかつるっとしてる、いわゆる従来のエンジン、インテのパワーの剛性の秘訣はやっぱこの辺にも、中が動いてりゃいいってもんじゃなくて、周りがしっかりしないと中がちゃんと仕事しないわけで、あと石島さんにさっき聞いたのこのオイルラインの取り回しですよね。そうですね、インテだけじゃなくてホンダのエンジンに、まあ、共通して言える大きな特徴っていうのは、はい、このピストンの裏側を冷却するオイルジェットのためにオイルラインが非常に一本長くズドンと入ってますね。そうですね、このところで今聞いてびっくりしたのがパイプの太さがだんだん細くなって均等に圧がかかるようになってるんですね。そういうところも工夫、4つのシリンダー4つのピストンに同じ圧で同じ量で冷やしてあげるっていう、そこがすごいと思います、ね、それがすごいね。ブロックの向きを変えてみると FF ということもあるがベルハウジングの大きさが目につく。さらにリブも多く剛性も高そうだ。びっくりしたのがピストンのウォータージャケット、水回りとそれからオイル回りが大砲のようになってるじゃないですか、中くり抜いたって。でアルミのシリンダーに鉄のスリーブが入ってて、アルミのシリンダー自体を全部冷やしてるわけですね、水で。鉄のシリンダーブロックだけじゃなくて、でこっちはその鉄を冷やしてるんだけど、もう見るからに水が流れる量とオイルがなんかオイルのラインここしかないし、オイルのラインというよりオイルのリターン、リターンね、うん、リターンがこれは 1,2,3,4,5 箇所、6箇所だ。ですから、オイルのリターンのところも非常にその横地がかかって、旋回してる時にも、どっからでもオイルが戻ってくるように。ただね、この穴じゃなくてこういうね滑らかな角度をつけてるところがまたね憎いっていうのはもう 頭がいいとか考えてるとかじゃなくて憎いですよね。まあ、真面目に作ってるって感じ。真面目にね、まあ、タクちゃんね、はい、これ今新品のブロックで、はい、まあ、ここに出てるんで新品だと大体こういう計測データなんだけど、はい、ホンダのエンジンに一般的に言えるその後耐久性っていうのは、まあ、10万キロぐらい走ってもですね100分の5、6、すごいですね、10万キロですからね。そうですね、まあ、これピン方向、俗にピン方向、スラスト方向って言うんですけど、はい、それの差も、まあ、ほとんどね深淵で削る。深淵でね。精度の高さは10万キロ走行後のシリンダーを見れば明らか。さらにピストンに注目。まあ1800cc で、はい、まあ、200馬力近く10万キロを性能保持して、耐久性を持ちながら、高出力していくためにはなるべくそのまっすぐなシリンダーに対してピストンの周動抵抗を減らしてまっすぐ上下ピストン、はい、そうですね、限りなく、はい、まあ、そういった特徴がこのホンダのピストンの場合は、首が振らない、
こういう風になりながら、そう、まっすぐ上下しない、軽減なくまっすぐに近いってわけですね。予想のエンジンと比べて。そうですね。首振りが少ないからピストンヘッド部に加工はいらない。手作りって言われてる部分はどうしてもヘッドとかバルブとかに行きがちですけど、まあ今ピストンの話になってますけど、基本はやっぱりブロックにあって。ブロックがしっかりしてるからピストンの動きも抑えられる。そうするとピストンの自由度とか解像度も増えるとかですね。そうですね。